始まりました、ポケモンオンエア。大好きクラブのポケモンたちがポケモンに関する楽しい情報をリポートする番組。今回はトイブロックのレゴを使ってポケットモンスタースカーレットに登場するパルデア地方の学校オレンジアカデミーを作るという噂を聞いて東京大学にやってきました。いたブイ。ここ東京大学で活動するレゴ制作サークル東大レゴ部でオレンジアカデミーを作るみたいだよ。日本にも面白いアカデミーがあるんだね。レゴはね、さまざまな形や色のブロックやパーツを利用してアイディアを生かしながら遊ぶおもちゃなんだよ。ピカピカブイブイ。じゃあ早速オレンジアカデミーの制作現場に行ってみよっか。ブイブイ。あの人たちじゃないかな。こんにちは。こんにちは。東大レゴ部は2007年に東京大学に結成され、レゴブロックを使ってさまざまな作品を作成するサークル。年2回の学祭に向けた作品制作や外部へのワークショップなどを行っているよ。こんにちは。私は東大レゴ部の部長です。東大レゴ部はレゴを使ってさまざまなものを作っています。今日はよろしくお願いします。いや、見て、こんなにレゴのブロックがあるよ。私たちはレゴブロックを使って車やロボットも作ることができます。パーツの組み合わせでいろんな形になるんだね。今回のオレンジアカデミーではこういった設計図を作りました。約3ヶ月かけて9万個ほどのブロックを並べました。へえ、こんな風にパソコンで設計図を作ってから実際にレゴで組み立てていくんだね。じゃあせっかくだから何か作ってみない？え、いいんですか？ピカチュウ EV、何か作らせてもらえるみたい。ブイブイ。今日作っていただくのはニャオハとクワストフゲータです。わー、楽しみ。よろしくお願いします。できると楽しいね。これからオレンジアカデミーを作っているところ見てていいですか？もちろんいいですよ。ピカチュウ EV 応援よろしくね。ピカ。これから7日間かけて完成していくんだって。出来上がりが楽しみだね。これから最後の仕上げだってワクワクするね。ピカピカブイブイ。じゃーん、完成しました。ブイブイ。お疲れ様でした。一番のこだわりポイントはどこですか？そうですね、今回のアカデミーの一番の特徴は真ん中の大きなモンスターボールだと思うので、薄いレゴのパーツをたくさん積んで綺麗な球体を表現できたかなと思います。これを東京大学の学園祭
5月祭で展示するんだって。見に来る人たちからはどんな反応があるのかな。じゃあ5月祭に遊びに行ってみようか。みんな、たくさん来てくれてるね。みんな楽しそう。ピーカピー、ブイブイ。他にもいろんな作品が展示されているね。ブイピーカー。東大レゴ部の皆さん、ありがとうございました。ブイレゴでオレンジアカデミーを作る様子を見てどうだった？ピカピカピカ、ブイブイ。そうだね、またレゴにチャレンジしてみたいね。ブイヤ。それじゃあまたね。